吉田リーチは奈良県大和郡山市出身の元プロ野球選手。小学1年生から野球を始めた。当時は投資権保守を経験。中学生時代に所属した郡山シニアでは後に読売ジャイアンツへ入団した辻内隆成とチームメイトになった。奈良県立大和高寮高等学校への進学後は2年生の夏から聖保守として起用。 三年生の夏には、四番、保守として、全国高等学校野球選手権大会の、奈良県大会で決勝にまで進んだが、天理に2の7で敗退した。奈良産業大学への進学後は、近畿学生野球連盟に加盟する、公式野球部で、桑原健太郎や小はじめけつらとバッテリーを組んだ。リーグ戦の通算成績は、66試合の出場で、 226打数61アンダー打率272本類が46打点。また最優秀選手ベスト9に1回ずつ選ばれている。2009年のプロ野球ドラフト会議で中日ドラゴンズからの8位指名を受けて入団。2012年までは保守だったが足が速いことから2013年3月5日に登録を外野手へ変更した。しかし、 一軍公式戦への出場機会がないまま、10月2日に球団から戦力外を通告された。この年には、辻内も巨人からの戦力外通告を機に現役を退いている。ウエスタンリーグ公式戦での現役通算成績は、168試合の出場で、打率、237、1本塁打、18打点、3投塁、2014年からは、 中日のブルペン保守に転身する。2015年はブルペン保守に加えに軍用具担当補佐と打撃投手も務め、2016年からは用具担当補佐は外れ、ブルペン保守と屋内打撃投手の兼務になっている。ありがとうございます。